こんにちは、タコです。今回は格闘家とラッパーの間で起きたトラブルについてまとめました。ではどうぞ。平本蓮 vs 呂布カルマ。2021年大晦日、ライジンのリングで平本蓮が萩原恭平に再戦要求をします。来年の2月、相手は MMA 素人にしょっぱい試合をした萩原くんなんてどうかな。それに呂布カルマが反応。萩原選手に何のメリットもなくない？お前本当に気持ち悪いな。人気ないラップ盛り上げるために頑張れよ。おお、ありがとな。お前も本業頑張れよ。てめえに言われなくてもやってるわ。お前も音源出せないラッパー卒業できるようにな。最近のクソラッパーは俺の名前を使わないと自分のバトルも盛り上げられないらしい。ラッパーに文句言われるのクソ腹立つな。早くて、パクられてくんねえかな。去年お前がツイッターとミッド打ちだけやってる間にアルバムを2枚出したし、ライブもバトルも散々やってるよ、おかげさまで。このツイートを見ると呂布さんが格闘技界のニュースを追ってるのがわかります。クソ音源だから出してることも気づかねえってことだよ、バーカ。K-POP だけ聞いてろよ、ガキは。いちいち引用リプで注目集めようとしてんのとかも可愛いわ。韓国の悪口言うとめんどくさいやつに絡まれるぞ。トラビス・スコットでも聞くかな。無理すんなよ。お前が親父とか子供かわいそう。自分の稼ぎで家族養ってみてから言えよ。ちなワンちゃん養ってるよ。立派な家族。外出すなら首輪つけろよ。写真の時だけ下ろしてるんだよ。おもちゃかよ。生まれつき足が悪くて手術したからあまり歩けないんだよ。家族養ってるってドヤ顔で正義振りかざしてるお前の家族の方がおもちゃなんじゃないのかな。足悪い犬と人間の子供二人養ってんの比べ物になんないから、ワンちゃんと家族ごっこやってろ。そもそもお前カッパなんだから子供もカッパだろ。勝手に人間になろうとすんなよ。妖怪人間カルマ AKA クソカッパ先輩。小学生かお前は。カッパ見つけてよかったね。平本蓮のファンが俺ににわか格闘ファンとか言ってくるけど、平本蓮のファンやってる時点で絶対俺より格闘技知らんと思うわ。カルチャー超えた存在が俺なんだよ。俺のファンはみんな最高だ。アイドルじゃん。呂布コロナしつこいな。お前だよ、喜んで引用リップしてるくせに。はいはい、パッキュー。と、正月に3日間にわたって長めのリプ合戦を繰り広げます。その小競り合いを見たライジンの運営が呂布カルマを平本蓮 vs 鈴木千尋戦に招待し、試合前にコメントを求めると、しょうもない絡み方をして損したなと、本人はネタ振りを一生懸命やっていたので頑張ってほしい。とコメント。試合は鈴木千尋選手の勝利でした。その後、呂布カルマが自身の YouTube ライブで視聴者の質問に答えます。ライジン現地観戦して平本蓮の試合どうでしたか？平本蓮の応援はしてなかったけど、いい試合は見たいなと思っていた。ライジンにコメントを求められて、できれば辛辣なコメントが欲しいと言われたけど、平本選手もあれだけ大口叩いて、あの負け方だから、愚かす言ってもよかったけど、目の前で試合見てると、勝とうが負けようが、あの殴り合いやって、顔腫らして、ベソかきながら退場していくのを見ていると、さすがにかわいそうだと思い、追い打ちをかけるコメントをする気にはなれなかった。真剣勝負して負けた選手に、ざまあ見ろとは言えない。あれだけボコボコにされて、翌日にはもうすぐに試合したいって言っていたのは、やっぱり格闘家は特別だと思った。と、格闘家としての平本蓮を称える紳士的な発言をし、その後ドミネーター選手を倒した後は、素直にすごい努力したんだろうな、いろんな選手との勝負論が出て面白くなるんじゃないかな、楽しみですと勝利を称えていました。柴田 vs 菅 aka 神。2017年にラッパーの菅さんが柴田さんに YouTube のコラボ依頼のメールを送ります。 You've got mail. しかし柴田さんがそのメールを無視し、フリースタイルダンジョンの菅なんたらって何者なん、有名なの。すると、カンさんが代表を務める鎖グループのツイッターから、はじめまして、弊社代表のカンがいつも動画を拝見しているとのことで、一度お会いできないでしょうか、と申しております。と、丁寧に返信。しかし、柴田さんは、横浜まで来てくれるなら、と、そっけない対応。その後、柴田さんが連絡を無視し続け、カンさんが動画を公開します。内容は、柴田に腹が立っている、とし、さらに怒りのラップを披露。さらに、合気道かシステマなら自身が相手をすると発言。そして、YouTuber で俳優の瀬戸康史さんが、菅さんの動画に反応し、柴田さんに返事をするように促す動画を公開。瀬戸康史に言われたら仕方ないな。明日動画で取り上げてやるか。喧嘩は買って売ってもいいんだけど、反社とは絡むつもりない。そこら辺大丈夫なの？危ない危ない言ってるやついるけど。そして動画を公開。内容は、菅って人をよく知らないし、興味がない。ギャラも安いし、企画もピンとくる面白そうな内容じゃなかったから断った。そもそもヒップホップってダジャレだと思っているし、いい歳したおじさんがダボダボの服着てカッコつけてんのがカッコいいとは思えない。言ってることもやってることもダサい。情報案としては、パチスロ勝負だったら受けてもいい。と発言。そして菅さんは動画を公開。内容は、柴田さんとの対戦を実現させたい企業が数社あり、協賛金が4500万円集まったことを報告。その後、柴田さんがプロデュースするウタエルさんが2人の喧嘩を揶揄する歌を動画で公開すると、菅さんが動画でアンサー。仕方されて怒っているわけではなく、ヒップホップをバカにされて腹が立っている。さらに、ウタエルさんの歌に対しては、歌でいじるのは危険だからやめてくれ、と警告。しかし、歌でいじるなと言われた柴田さんは自身の動画で、売名おじさんカンちゃんに送るラップを公開。歌詞を一部抜粋すると、おい、カン、お前は頭がバカン。だからトークが全然あかん。口下手おじさんが YouTuber？ 向いてないから音楽やれば？そもそも知らんが何ビーフって、お前はどう見てもポークだろ。
体に入ってるのは落書き、ついてるファンの多くはクソガキ、っていうかそもそもお前誰、まずは俺よりも有名になれと自作のラップで超絶バカにします。すると騒動はヒップホップファンにまで飛び火し、柴田さんのパチンコ収録中にヒップホップファンがガチで襲撃に来ました。それを見た菅さんは動画を公開。そこでファンの方にとつるのは色々と迷惑になるのでやめてほしいとお願いし、そして柴田さんには俺をいくらディスってもいいけどヒップホップ全体をバカにするのはやめてくれと発言し、柴田さんは菅さんとヒップホップファンに真面目に謝罪しますを公開。ヒップホップをバカにしたことや入れ墨に対して失礼なことを言って申し訳ありませんでした。メールの対応もすみませんでした。僕はヒップホップは嫌いではありません。動画というリングの上でプロレスがしたいのかなという認識だったと、あくまでお互いが暗黙の了解でのエンタメだと思っていたと謝罪し、このビーフは終結。その後2020年5月に菅さんが所持したとして取締法違反の容疑で逮捕された際に、柴田さんがお約束の菅 aka ガミを救いたいを公開。またその2ヶ月後に菅さんが再び取締法違反の疑いで逮捕され、菅は救えないを公開しました。芦沢流星 vs リッキー。ラッパーのリッキーさんがインスタライブ中に、芦沢流星と対マンを張ります。俺はどこにも逃げはしない。と歌い、芦沢流星1ラウンド3分のボクシングルールでボコボコにする。と宣言。そして芦沢流星選手のインスタライブ中にリッキーさんが乱入します。そこで、てめえ逃げんじゃねえぞ。何言ってるんすか？逃げも隠れもしませんよ。と発言すると、リッキーさんはインスタライブから退出し、自分のインスタライブを立ち上げ、芦沢の野郎逃げやがった。あのクソ、下手こきやがって。と発言。芦沢選手はコメント欄でそれをファンから聞き、向こうのインスタライブに突起しようとするとブロックされていました。逃げてるってブロックしてるから入れねえじゃねえか。シラフの時はすげえいい人なのは知ってるし、ラッパーのリッキーくんは大好きだけど人間としてのリッキーくんには興味はないと発言し、速報、ラッパーのリッキーくんが俺に勝てるとか夢のようなこと言ってるんでスパーリングすることにしました。普通にやるのはもったいないし、みんな見たいだろ。アベマで企画すれば視聴率取れんぞ。間違いねえよ。容赦しねえけどね。俺が芦沢流星にだ、マザファッカー。ザコがなんか抜かしてんぜ。金の匂いがすんな。2ラウンド2分、ボクシングルールで飲めんならいつだってぶっ飛ばしてやんの。2だってなんだよ、芦沢ちゃん。2だは打ち間違いだ、この野郎。間違い方が可愛いですね。リッキー君とやることは確実なんだけど、みんな見たいだろ。ならみんな騒いでバズらせてアブマでやれるように盛り上げろよな。おいおい、勘違いすんなよみんな。俺は芦沢が好きだし、格闘家として好きだけど、俺もアウトローとしてプロとタイマン張ってみてえだけだから、あいつもアウトローのラッパーが喧嘩できんのか知りたいだけ。俺たちはエンターテインメント的に神だと思うぜ。なあ、芦沢。ヤフーニュースに取り上げられる。前代未聞だな、ラッパー VS 格闘家。と、ツイッターのトレンドにも上がり、両方のファンが対戦を期待しましたが、芦沢選手がこの件で K1 サイドに注意されたらしく、それが原因かはわかりませんが、実現には至りませんでした。さらに、その数ヶ月後に、リッキーさんは知人2人を殴り、逮捕されてしまいました。朝倉海 VS ベル。ブレイキングダウン5のオーディションで、ラッパーのベルさんは、オーディション直前に、他の参加者に喧嘩を売られたらしく、おいガキ、てめえ来いよ。と、カバンから警棒を取り出し、おい来いよ、てめえこの野郎、誰に喧嘩売ってんだこの野郎。てめえ名前なんだよ、どこの誰だよ、俺はベルだよ、横須賀だよこの野郎。てめえどこの誰だよ、ガキこの野郎。いきなりタメ語で話しやがって、喧嘩してやるからこっち来いよ。と、詰め寄り警棒で殴りかかろうとするベルさんを、偶然近くにいた朝倉海選手がテイクダウンし、武器を使うな。と、諭し制圧。俺、こいつとやりたいんですよ。やるならオーディションでやって。じゃあ俺帰りますよ。俺はあなたにやられるつもりないっすよ。いきなりプロのやつがなんすか。と、朝倉海選手にまで喧嘩を売るベルさん。その後、ブレイキングダウンのオーディションには参加せず帰ったようです。そしてベルさんは警棒に来という愛称が付けられました。その後、海選手の YouTube に出演。そこではブチギレていた様子とは一変し、落ち着いた様子で話し、ラップ界のスターと呼ばれ、照れていました。警棒はいつも持っているのかと聞かれると、常にご神用に警棒を持ち歩いているとのこと。この人たち本当にカメラ回ってないところで始めてたんですよ。たまたま控え室にいたら戦いが始まってた。普通みんなはカメラの前でパフォーマンスとして喧嘩するんですけれど、ベル君は関係なしに普通に喧嘩してた。と、海選手は話しました。その1ヶ月後にベルさんは傷害罪で逮捕。またその2ヶ月後には、ファンを処分している疑いで逮捕されてしまいました。今回の動画いかがでしたか？海外ではメイウェザーが50セントと揉めていたり、マクレガーがマシンガンケリーに殴りかかりそうになったり、ジャスティン・ビーバーがネイト・ディアスと揉めたりと、アーティストとファイターのいざこざはバンコク共通で、見ている方はアウトロー VS 格闘家という組み合わせはエンターテインメントとして面白いですよね。それではタコの黒歴史第6弾です。ではどうぞ。これは僕が仕事で大阪に1年間出向に行った時の話です。勤務地は天王寺でした。全く大阪に土地勘がなかったので、適当に不動産屋に入り、勤務地と予算を伝えたところ、ちょうどいいところがあると言われ、内見させてくれました。部屋は綺麗だし、職場も近かったので、すぐにそこに決めました。その家は西成区にありました。
その当時、西成がどんなところか全く知らずに住み始めたので、住んでみるとものすごい衝撃を受けました。西成を知らない人のために説明すると、西成区とは警察署の前で暴動が起きる日本一治安の悪い町と呼ばれるスラム街のようなところです。ちなみに赤井秀和や亀田家、ストラス秋一選手も西成生まれです。僕のマンションは日本最大級と言われる遊郭の飛田新地まで歩いて1分ほどのところでした。一回もお世話になったことはないですが、飛田は玄関先に綺麗なお姉さんたちが座って待機しており、夜営業時間にブラブラと歩くだけで目の保養になって最高でした。その西成で過ごした1年で起きた面白いエピソードをいくつかご紹介いたします。ある昼間に大通りを歩いていたら、野球帽をかぶった小柄のおじさんに声をかけられました。その人は青木真也よりもしゃがれた声で、お姉ちゃんだけ欲しいや、なんでもあるで。僕は意味がわからなかったのでスルーしましたが、歩きながら、あ、薬のことかと気づき呆然としました。またある日、横断歩道で信号待ちをしていた時に後ろから肩を叩かれて振り返ると、ホームレスの方が立っていました。万田藩はどこや。え、万田銀次郎や。万田藩はどこにおるんや。いや、わかりません。お前人生負けんなよと言って去っていきました。そして銭湯にいた時の話です。湯船にうんこが浮いていました。家のエレベーターに乗ろうとしたらゲロまみれだったこともありました。ちなみに西成は街全体がおしっこ臭いことで有名です。またある日、家の近所で黒塗りのベンツに向かってホームレスの方が小走りで駆け寄っていき、ベンツの窓に紙袋を入れると札束が出てきたところを目撃しました。普通にヤバい現場だと思うんですが、ああいうのって映画の中の世界だけじゃないんだと感心してしまいました。またある朝、飛田新地を通ったら、軒先に水まきをしていたおばちゃんに、おばちゃん久しぶりやなと、これまた青木真也ボイスで言われましたが、飛田にお世話になったことはないです。西成では道端で段ボールを引いて露店をやっているのですが、中身不明の VHS や何かの錠剤、ゴミ置き場から持ってきた雑誌などが売られています。中でも片方だけのスリッパには笑いました。さすが大阪だなと思いました。とカオスな日常でしたが、住んで思ったのは、大阪に初めて住む人に西成勧める不動産屋ってやばくないですか。けど1年だけですが、住んで一度も危険な目に遭ったことはなかったし、むしろ近所にスーパー玉出っていう安いスーパーがあって、もやしが1円で売ってたり、近所のたこ焼き屋は12個入りで100円だったりと、物価が安かったので割と住みやすかったです。あと極道系のエピソードもありますが、怖いので今回は伏せておきます。ではご視聴ありがとうございました。